バリエボはセルビアの都市及び基礎自治体でコルバラ軍の行政的な中心都市である。バリエボは首都ベオグラードから 100km 離れた場所にあり、近辺にはセルビアにとっては最も重要である幹線道路が通じており、イバールハイウェイはセルビア南北を結び、アルテリアルハイウェイは アドリア海沿岸やボスニアヘルセゴビナ方面へ続き、町場の肥沃な土壌やボイボディナの国草地帯からここ、バリエボを通り、他のセルビア西部の主要都市であるシャバツ、ウジツェ、ロズニツァ、バイナバシュタ島と結んでいる。鉄道は、ベオグラードバール鉄道が通っており、モンテネグロのバールなど、アドリア海沿岸の都市と結ばれている。近郊のペトニツァ村で科学者によって、 セルビアでは最初に形成されたとされる新石器時代の居住地跡が発見されている。ローマ時代には俗州もエシアに含まれていた。バリエボが最初に言及されたのは1393年のことでボスニアとベオグラードを結ぶ交易ルートの大切な宿場として機能しており、16世紀から17世紀にかけての安定したオスマン帝国支配時には重要であった。 19世紀から始まった歴史的な急速な変化で、ほとんどの領域はオスマンからセルビアのものへと変わった。当時はセルビア放棄の初期の段階で、すでに1804年に地元のセルビア人たちがトルコ支配に対して反乱を起こしておりその成功がセルビア側にもたらされていた。バリエボでの反乱の契機の一つなった原因に、二人の よく知られた騎士であるイリア・ビグツァニンとアレクサ・ネナドビッツがコルバラ川の橋でトルコによって殺されたという出来事があった。20世紀に入るとさらなる居住地の開発が進められバリエボは重要な産業や文化の中心地となった。第一次世界大戦時にはすぐに近辺でコルバラの戦いが起こり町には負傷者のための大きな病院があった。 戦いではセルビアがオーストリア・ハンガリー帝国に勝利している。バリエボの戦争による大きな被災は第二次世界大戦時と1999年にユーゴスラビアに対して NATO がコソボ紛争に関連して行ったアライドフォース作戦による空爆である。バリエボの主要な経済の起爆となったものは20世紀半ばからあった兵器製造工場のクルシュイクであった。 厳しい経済状況の中で事業もうまく戻ったが1999年の NATO のコスボ紛争に関連した制裁により空爆を受け現在では大部分はイラク軍と取引が行われている。バリアボの経済の大部分は多くの中小企業による焼き荷や食品、比較、織物産業が特徴づけている。オーストリアやイタリア、スロベニア等。 欧州連合諸国の企業がバリアボに工場を設置したりもしている。周辺部の小規模な5つの自治体を含めた人口は約20万人で、2002年の国勢調査による人口では基礎自治体全域で9万6761人であった。そのうち都市部には6万1270人、郊外や村落には3万5491人が、 居住している。ありがとうございます。